カンバーバッチが今度はエジソンに。 Trust you brought your checkbooks. One square mile of Manhattan, and I'm gonna light it up. で、この映画で印象的だったのは、アメリカの地図があるんですが、そこに黄色の電球と赤い電球が刺さってるシーンがあるんです。で、黄色はエジソンの直流で、赤色はウェスティングハウスの交流ということを示していました。で、よくよく、映画を何回も見ていくと、その時その時の心情によって壁の色だったりとかネクタイだったりとか色分けされてるんだっていうことに気づきました。で、どっちでもない時は青色を使ってます。エジソンが優勢のところでは黄色がよく使われてます。逆にウェスティングハウスあるいはテスラが優勢のところでは赤い壁紙だったり赤いネクタイだったり、裁判所のシーンがあるんですが、裁判所のシーンでは、床とかに青色が使われたりしています。あるいは2度3度ビリヤードのシーンもあるんですが、そのシーンでは赤色の玉を落としていくというシーンがあったり、赤色の玉だけで黄色の玉が打ち込んでいくようなシーンがあったり、そんなシーンもあります。最後の方にシカゴ万博で、エジソンとウェスティングハウスが語り合うシーンがあるんですが、そこの背景にいる人が持っている本の表紙は青色なんですね。直流でも交流でもないっていうことを示しているのかなと思います。シカゴ万博の際の電気を入札する決めるシーンがありますが、それも直流と交流どちらにするか、エジソンなのかそれとウェスティングハウスなのかというのを決めるシーンがあるんですが、そのシーンもよく見ていただきたいんですが、エジソン派だと思われる人は黄色で、ウェスティングハウス派と思われる人は赤色のものを身につけたりものを持っています。で、中立と思われる人は青色だったりっていうのを持っている、こういうところは遊び心なのかわからないんですけど、非常に見ていて面白いし、逆にこのシーンはエジソンのはずなのに赤色がついてたりすると、それは作者側監督さんとか作り手側の人たちが何か思いとかメッセージがあるのかなっていうのも感じるような、そんなようなところが見受けられました。Man that controls that current controls that future. 未来を照らすのは誰だ？エジソンズゲーム。